チーズのやつめちゃくちゃ好きなの。下の欄がほのぼのです。上の欄は何です。量は圧倒的なほのぼのが多いです。気になるお値段これとこれとこれだね。うん、これで3034円です。安くない？駄菓子屋ってこのものもこれだけ買ってそんなしてないよ。じゃあ気になるお値段3957円。約4000円でございます。やばくない？このもの、あのスキラモンをいっぱい買うっていう、この一口おやつのカルパスの値段が550円ですね。ということで差は900円ぐらい。5分でこれだけゲットしました。これは家に帰って食べます。美味しくいただきます。ちなみにほのぼの一番おすすめはチーズのおやつでございます。これ後で食べます。自分的に好きなのはきなこ棒。それではお気に入りを一つずつ食べていきたいと思います。はい、ももかちゃんね、これ開けたら透けちゃうんで、あのすぐ食べないといけないんで、ほのぼののこのいっぱいあるチーズおやつあげます。ということでこれ食べていきます。多分これ食べたら、あの普通のチーズ美味しくなくなる。え、ほのぼのおすすめです。おいしい。ということで、ぬらりのん番組初の5分買い放題でした。この動画面白いなと思った人、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ほのぼの買いすぎだけど値段安と思った人、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今度ね、これ全部食べてみてやってみたいなと思ってるけど、多分家に帰ったらすぐ食べちゃうからもうないよ。終わりです。バイバイ。I'm sorry.